パウル・クリストフ・ヘニンクスパウル・クリストフ・ヘニンクスはドイツの植物学者、金類学者である。当時、デンマークの統治下のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州のハイデに生まれた。メルドルフの高校に進むが、1860年に卒業することなく対抗し、キール大学植物園の見習いとなった。植物への熱意を、キール大学の植物園長、ノルテに認められて、 キール大学の陶器授業に参加することができた。1864年にシュレース・ビヒホルシュタインの貴族をめぐる第二次シュレース・ビヒホルシュタイン戦争が起きると学業は中断され郵便局で働くが余暇の時間にはノルテと地域の植物採集と栽培を行い園芸学校で講師を務めた。ノルテの公認の植物園長となったアウグスト・アイヒラーが ヘニンクスを雇用し、植物園の助手にした。植物園の標本館で働き、自らのコレクションを加え、地域の植物誌を出版し、インカ植物やキール湾の海藻のコレクションも作り上げた。1880年にアイヒラーがベルリン大学の教授、植物園長に就任した後、ヘニンクスをベルリンに招いた。1891年に、 ベルリン大学植物園の学芸員となった。ベルリンでは、菌類の分類学的研究を進め、北部ドイツの菌類の研究や、ドイツの植民地の熱帯の菌類の研究を進め、菌類の権威としての評価を得た。1992年には、教授に任じられた。多くの論文は、学術誌ヘドウイジャに掲載され、1893年から1905年の間は、 編集にも携わった。金類の俗名ヘニングスは、ヘニングジーラなどに、懸命されている。A.B. クラウス・ミューラー、ヘニングス、ポール・クリストフ・イン、ノイ・エドイチェ・ビオグラフィ、バンド8、ダンカーハンブロット、ベルリン1969、ISBN3 から428001893、S548F、リンドー、G、ポール・ヘニングス、 ヘドウィジャ 48S14 編は植物の学名で命名者を示す場合にパウル・クリストフ・ヘニンクスを示すのに使われる。ありがとうございます。